今度は社会保障の話を聞いていきます、はい、年金と生活保護の問題ちょっと絞らせていただきます、はい、年金の問題これ各党にも聞いてますが、はい、政権交代の3年間で、何かこう我々庶民が年金で何か安心だなとか、はい、なんか問題解決したなっていうふうに思ってない人は多いと思いますが、はい、この年金についてはどう考えますか、はい、もともとですね平成16年に年金の抜本的な改革をやったんですね。でこれでその少子高齢化社会はこの年金制度でいけるというような形の思い切った改革をやってるんです。でそれは自民党の時ですけどですね、それで、いわば年金が、まあ、昔は60歳からなんですけど65歳から支給に今なってますから、65歳からしますと平均寿命が83歳になってますから、男性80、女性86となってますから、この年金の支給年齢がずっと伸びたわけですね。当時これ作った時は先ほど言いましたように73歳ぐらいの平均寿命として計算してたんですから、約10年伸びてる。で10年間いわば年金を余分に払うと最初の計算と違いますということで、この年金改正をやったわけです。だから年金を払う、年金の保険料を払う方々には少し若い方々には頑張ってあげてくれませんか、でもこれは上限を決めますよ、それから年金をもらう方々も今までは物価スライド以上に上がってるというのをすいません、物価が上がるだけは上がるほどにはちょっと追っつかないぐらいですけれども、ね、所得代替率約 60% 将来的には 50% ぐらいまでお互いに我慢してもらえませんでしょうか。それから今度は国の基礎年金負担を3分の1を2分の1にして安心できるようにしますと。で最後には100年先を見てですね、年金の積立金が今、5、6年分持ってるんですけども、はい、100年先でもいつも1年分はちゃんと持ってるように計算をしていきましょうよ、これで大丈夫でしょと言ったんですね、はい、それがまあ、どっかでいつの間にか100年安心年金とかね、いうこともなったんですが、100年先にも1年分はちゃんと持ってる、年金の積立金がいつも残ってるという具合にしていけば安心でしょという形でやってきたんです。だから民主党になってこの間やってきたことはですね、自民党の時に記録問題として不明確だったという批判をいただきました。それに比して変えてきましたら、まあ民主党になって一生懸命これをやり続けてくださっているということであります。まあ大体自民党の時に決めた中身をほとんど踏襲していますけどですね、この記録が不確かだった分について全部やり替えるという作業をしてみてます。でまあこれが少し、まあ、目穴がついてきましたということで、年金についてのその安心度が少し高まるんではないのかというふうに思っています、ね。ただ今度はもう一つの問題は実は国民年金なんですね。で厚生年金とか共済年金はそれで大丈夫ですよねということで、もう私はまあ心配していただいても大体大丈夫になってきたんじゃないのかというぐらい思います。ただ国民年金はですね、この共済年金や厚生年金に入れない人はですね、自動的に、国民年金と、だからもともと自営業者やですね、農業者のための国民年金という位置づけだったんですけども、今これらに入れない方々は自動的に国民年金に入るというぐらいになってきたんです。だから無職の方とかフリーターとかアルバイターっていう方が非常に多くなってきて、この方々の無年金と低年金が問題ということで今みんなで知恵を絞ってるところです。だから一緒に例えば、年金を40年満期でもらえますよっていうのはですね、じゃあ何年からという時に25年からだったんですけども、それをもう10年からでもねもらえるようにしましょうよっていう改革は民主党さんもやったし、自民党の時からもそのことを申し上げて、やっとこれがこの前決まったところ一緒にやり上げた問題です。少しずつそういうことを今やっていきましょうよということをやってるところですね。この無年金と低年金問題をちゃんとしなければいけない、これにはまだまだですね、その、まあ、どこまでやれば本当に抜本的になるのかがちょっと分かりませんけれどもですね、やはり基本的な議論としては年金保険料を納めなかった人に年金が返るということになると、これやはり年金払った人にとってみたら大変不平等ですからですね。だからこれは、この無年金低年金問題というのはギリギリまで、保険制度の中でちゃんとやれるところまでやった上で、あとはもう一つの社会保障としてですね、別立ての考え方をしなければいけないんではないのかというのが今我々が考えている中身であります。
これを年金の中だけで無年金、低年金の人にですね、払ってる人の分をお金持ってくるということになると、やっぱりちょっとほら問題だよねという具合に思っています。でも、これらの人々も全体の中でちゃんとやっていくシステムができれば、そういうものはなんかないかな、あるいは今度はどうしてもそれがこの人たちに負担をかけないで、今払ってる人たちに負担もかけないで、あまり大きな負担をかけないで何かやるためには、政府がもっと別なことも考えなきゃいけないのかなということで、その検討に入っているところになります。あ、そこに公示公民の3、はい、国民会議があって、はい、そこで、結論を出す方向を決めるという、 そうですね、そこはやっぱり責任の政党としてはやるということですからね、はい、でその生活保護を、まあこれ、はい、一部関連しますけども、はい、やはり不正受給の問題が非常にこう強く取り上げられています、はい、本来手を差し伸べなければいけないものですけれども、ここで不平等感が出る部分もありますよね。この問題をどう改善しますか。不正受給の問題、本当にやっぱりもっと厳しくする、基準を厳しくする、それからその、国民年金に比べてですね、一生懸命頑張った人の方が低いということの、国民の皆さんに大変大きな不満がね、出てますよね。頑張った人の方が年金が低くて、 それからその何も知らないでもらった方の方が、いいとかです、うん、あるいは不正受給という問題というのと、うん、この2つの問題を一緒に、考えて、どうしてもこの生活保護の問題は、クリアしなきゃいけない。そしてその前提として、もう一つはもっと働けるようにどうしたらいいんでしょうかということですね。ただお金をあげればいいということよりも、その社会の中で働いていただく、この就労のチャンスをですね、もっと増やしていく、そういう機会を増やしていくということをやらなければいけないという具合に思っています。そういう方向の中で生活保護問題についてはもう一回検討していくというのが我々の基本的な考え方です、はい。で、通っていく、各党に通っていく最後の質問、これは自民党 の最後の言いたいことはまた後聞きますが、最後の問いは地方分権です。これはもう最後一言を